銀杏治療院の稲松です。患者さんに梅干しの話をすることがあります。これですね、これ私が20年前に作った梅干しなんですけど、まあ酸っぱいのなんのって、もう塩もすごくゴリゴリ結晶してますしね、もう食べたらもう唾液がパッと出てくるんですね。三五条でしっかり梅酢を出して、で歯槽門でってこう土汚して、もうこの梅干し見ただけでご飯が食べられるっていう落語もありますけど、この梅干しの話を聞いて皆さん唾液出ました？もし出ない時は内臓の交感神経が異常興奮してるというふうに考えてもいいと思います。がんの患者さんなんかでなかなかこの梅干しといっても唾液が出ない人がいます。こういう時には、交感神経を抑制するような治療をしてあげなきゃいけないんですね。でだんだん交感神経を抑制されて、まあ、健康状態を取り戻すと梅干しを見ただけで唾液が出るようになると、そういうふうな指標にもなると思います。皆さんも唾液の出る梅干しの話を患者さんにやってみてください。